ゼアメイズフライスゼアメイズオアハカングリーンゼアメイズアタファイルジョロトーティニツトウモロコシはイネカの一年生植物。穀物として人間の食料や家畜の飼料となるほか、デンプンや油、バイオエタノールの原料としても重要で、年間世界生産量は2009年に8億1700万トンに達する。世界三大穀物の一つ。 日当たりの良い形で栽培されている。アメリカ大陸の原産で、15世紀末に新大陸を発見したコロンブスがヨーロッパに持ち帰って広まり、日本へは16世紀終わり頃に伝わって全国に広まった。日本語では地方により様々な呼び名があり、東希美、または東希美、南波、民右などと呼ぶ地域もある。コーンとも言う。英語圏ではこの語は、 本来穀物全般を指したが、現在の北米、オーストラリアなどの多くの国では、特に断らなければ、トウモロコシを指す。ただし、イギリスではトウモロコシをメイズと呼び、穀物全般を指して、コーンと呼ぶのが普通である。尾花は、茎の先端に、ススキ状に生じるバ花は、茎の中ほどにたくさんつく熱帯アメリカ原産。数多くの品種があり、食用や、 飼料用の作物として、畑で広く栽培されている。多くは、ウルセイであるが、ごく少数ながら、持ち性のものもある。大型の稲科の一年草で、茎は単一で直立し、高さ2メートル近くに成長する。葉は誤生して株は、鞘となって茎を包む。稲科としては、幅の広い葉をつける。一生のうちにつく葉の数や背丈は品種によって、ほぼ決まっており。 和製品種ほど背丈は低く葉の数も少ない。熱帯起源のため、薄い二酸化炭素を濃縮するための C4 回路を持つ C4 型光合成植物である。他日症でやや高温の環境を好む。大型の作物であるため、育成期間中を通して 10R あたり350から500トンの水を必要とする。死有動種。 発芽から3ヶ月程度で尾花と雌花が別々に生じる。オスコボは茎の先端から葉より高く伸び出した塩水果樹で尾花だけがついたコボを蜜につけ、すスきスの穂のような姿になる。メスコボは茎の花砲の節あたりにある溶液に出た円柱状の水上果樹で雌花は全体的に包葉に包まれていて上端から絹糸と呼ばれる。 長いめしべの家中だけが、髭状に長く、束になって、外に伸び出して顔を出す。トウモロコシの髭はこのめしべに当たる。花粉は、風媒され、充粉すると芽花の付け根が膨らみ種子が形成される。稲荷では珍しく、種子が熟すと栄の中から顔を出す。種子の色脇、白、赤茶、紫、青、濃成など。栽培、繁殖は、日当たりが良い形で、 種子を春から夏に巻いて行われる。作物としての旬は夏で、日本では6の9月頃に出荷され、特に7月頃に多く出回る。日本でのトウモロコシの代表的な害虫は、ガの幼虫、アワの名画で、オバナに集まりやすいので、人工事故でオバナを切ってしまうと、食害が少なくなる。トウモロコシは、長い栽培の歴史の中で用途に合わせた。 種々の栽培品種や一大交配種が開発されている。雑種強制を利用したハイブリッド品種が1920年代からアメリカ合衆国で開発され、以後収量が飛躍的に増加した。また、近年では遺伝子組み換えされた栽培品種も広がりつつある。一般にトウモロコシの分類に用いられるのは粒内のデンプンの構造によって種を決める粒質区分である。 種によって用途や栽培方法に違いがある。学名はゼアメイズサブスプ、メイズバリエーションとなるので、ZML バリエーションで表記する。甘味種以上に示されているのは色や食味による分類であるが、それらに関わる遺伝子については多くが特定されている。甘味に関わる遺伝子では、数遺伝子、性遺伝子、主に遺伝子などが特に重要で、 それらの組み合わせによっては、スイート種、スーパースイート種、ウルトラスーパースイート種などのタイプがある。遺伝子の組み合わせによって、糖の含有量や糖の種類の違いが生まれる。スイート種は缶詰などの加工用で、成果として流通することは、ほとんどない。成果として利用されるのは、スーパースイート種や、ウルトラスーパースイート種などであるが、ウルトラスーパースイート種では、 甘すぎると感じる人もいる。片つぶし爆裂種持ち種やわつぶし遺伝子、組み換え作物であるトウモロコシの総称。トウモロコシの黒竜、粉砕加工品について、内在性遺伝子であるトウモロコシ支部との比較で、PCR 法などを用いて、定量を検査する。意図せず混入した。組み換えたい混入許容値は、大豆、トウモロコシについては5%以下を目安とした。 取引が可能であるとしている。農林水産省ジャス分析試験ハンドブック、遺伝子組み換え食品検査、分析マニュアル及び消費者庁、安全精神査済みの遺伝子組み換え食品の検査方法別点遺伝子組み換え食品、表示関係で規定されている系統は以下の通り。ただし、農林水産大臣、環境大臣はその後も、食用または、飼料用に供するための使用、 栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びに、これらに付随する行為の承認を続けているため、環境省バイオセーフティクリアリングハウスのカルタヘナ法に基づき承認された遺伝子組み換え生物検索システムに登録のある GM コーンは2019年8月現在112件に上る。GM コーン系統の詳細は GM アプルバルデータベース参照。 紀元300年頃の南米モチェ文化の黄金のトウモロコシ像先手を取る。アステカ文明におけるトウモロコシの神現在最も支持されているのはテオシント期限説で遺伝子解析などの結果から裏付けられている。トリプサクム族を起源とする説はマイクロサテライト解析の結果否定されている。また、テオシントとトウモロコシの分岐年代は 約9200年前とされている。かつて起源を争った説としては、メキシコからグアテマラにかけての地域に自生している、テオシンとトウモロコシの足とされるゼアメイズメキシコナ、またはユクリーナメキシコナ、和名、豚モロコシが起源だとする説。ただし、テオシンとは食用にならない、小さな実が10個程度実るのみで、外見もトウモロコシとは明らかに違う。 二つの種を交配させて作り出されたとする説。祖先の候補としては、絶滅した祖先野生種とトリプサクム属、トリプサクム属とテオシントなどがある。紀元前5000年頃までには大規模に栽培されるようになり、南北アメリカ大陸の主要農産物となっていた。新大陸においては、アマランサスやキノワなどの雑穀を除くと唯一の四国たり売る穀物であり、 マヤ文明やアステカ文明においてもトウモロコシが大規模に栽培され、両文明の根幹を成していた。南アメリカのアンデス産無薬地域においてはジャガイモを中心とした芋類が主食作物として水溶を占めてきたが、トウモロコシも重要な作物であり、特に祭祀や共演儀礼に用いられる酒の原料として大量消費されてきた。インカ帝国では、 海岸上の農地を建設しトウモロコシの大量栽培を行っていた。起源地からメキシコ高地で多様化した後、メキシコ西部、北部北米南西部北米東部カナダあるいはメキシコ南部、東部グアテマラカリブ諸島南アメリカ定地、アンデス高地へと伝播したと考えられている。1492年、クリストファー・コロンブスが アメリカ大陸を発見した際、現地のカリブ人が栽培していたトウモロコシを持ち帰ったことでヨーロッパに伝わった。ほぼ即座に栽培が始まり、1500年にはセビリアにおいて栽培植物としての記録が残っている。経緯は不明だが、最初の大規模栽培はトルコから始まり、トルコ小麦と呼ばれた。目新しい植物であるトウモロコシは18世紀初頭まで10分の 一税の対象となっておらず、泡と転換する形で急速に連覇した。16世紀半ばには地中海沿岸一帯に広がり、16世紀末までにはイギリスや東ヨーロッパにも広がって、ヨーロッパ全土に栽培が拡大した。ヨーロッパにおいては当初は貧困層の食料として受け入れられ、それまでの穀物に比べて圧倒的に高い収穫率は、 17世紀の危機を迎えて増大していた人口圧力を緩和することになった。また、大航海時代を迎えたヨーロッパ諸国の貿易戦によってこの穀物は世界中に芝叩く間に広がり、アフリカ大陸には16世紀に、アジアにも16世紀初めに、そしてアジア東端の日本にも1579年に到達している。この電波は急速なもので、 1652年にアフリカ南端のケープタウンにオランダ東インド会社がケープ植民地を建設した際、すでに現地のコイコイ人には陸路北から伝播したトウモロコシが広まっていた。アフリカにおいては伝播はしたものの、19世紀に至るまではソルガムなど在来の作物の栽培も多かった。しかし19世紀後半以降、鉱山労働者の食料などとして、 トウモロコシの需要が増大し、また労働者たちは出稼ぎを終えて、自らの村に戻った後も慣れ親しんだトウモロコシの味を好むようになった。さらに、トウモロコシはソルガムよりも熟すのが早いため、従来の葉坂期においても収穫することができた。このため、特に東、アフリカや南部アフリカにおいて、ソルガムからトウモロコシへの転換が進んだ。しかしトウモロコシはソルガムに比べて、 高温や乾燥に弱かったため、サヘル地帯などの高温乾燥地帯では、旧来の雑穀を駆逐するまでには至らなかった。一般には前述のクリストファー・コロンブスによって、旧世界に持ち帰られて広まったとされているが、コロンブス以前に、すでに旧世界に存在しており、12世紀のアフリカ、13世紀のイベリア半島で栽培されていたとする研究がある。古代ポリネシア人が、 太平洋を越えて、アメリカの産物や技術をアフリカへ移動させ、その中に、トウモロコシも含まれていたという説もある。トウモロコシ、日本の農業百科事典のイラスト日本への伝播は3つの経路があるが、最も古い経路は、南西経路と呼ばれるヨーロッパ人から伝えられた経路である。いくつかの説があるが、ド・カンドルは1573年から1591年頃に、 ポルトガル人によって、熱帯型の型粒種が長崎にもたらされたとしている。キビに似ているということで、当時は、トウモロコシという名の他に、南蛮キビとも呼ばれ、漢字では、南蛮キビ、あるいは、トウモロコシと書かれた。その後、阿蘇山麓や四国の山中、富士山麓など、気候や、推理の面で稲作に向かない地域に広がり、18世紀末には、蝦夷地のモロラに至っている。 ただし当時は硬い肩つぶししかなかったので、あくまで雑穀扱いであり、粥や餅に混ぜて、かさ増しに使われることが多かった。江戸時代の料理書、本朝食館には、火に炙って食べるか、乾燥して、5に引き、餅にするのも良いと書かれ、加工品として食されていた。明治時代以降、近代の育種法によって作られた、アメリカの和瀬の伝徒種、フリント種が北海道に導入され、 開拓史によって大規模な畑作が始まった。トウモロコシは生殖、飼料として定着し、やがて東北地方や関東に広がった。この電波経路を北海道経路と呼び、南西経路とともに日本への主な電波経路となった。第二次世界大戦後、育病会社や農業試験場が世界中の苗を取り寄せて作り出した交雑品種が広く導入される事例が増え、 こういった導入経路は自在経路と呼ばれている。1950年に開発されたゴールデンクロスバンタムが最初の例となった。日本で食べられているものは甘味種の粒種がほとんどだが、世界的には加工品種のデントコーンの栽培の方が多い。トウモロコシの世界全体の生産量は2009年には約8億1700万トンで、 うちアメリカ合衆国が3億3000万トン以上を生産して4割程度を占め世界最大の生産国となっている。またアメリカは世界最大の輸出国でもありシェアは6割を超える。このためアメリカの主要生産地帯の天候によって世界の在庫量、価格が左右され先物取引の対象ともされている。近年では 病虫害に強くなるように遺伝子組み換えを行った品種が広がっている。トウモロコシは雑種強制であり、これを利用したハイブリッド品種の開発によって収量が急増したが、一大雑種であるため、栽培農家は収穫から翌年用の種を準備することができず、種は種苗会社から毎年購入しなければならない。これによって種苗会社は、 毎年巨大な収益を上げることができるようになり、アグリビジネスが巨大化していくきっかけとなった。20世紀中頃になると、品種改良されたハイブリッド品種による収量増加は、先進国から発展途上国へと広がっていった。いわゆる緑の革命である。これによりトウモロコシの生産はさらに増加したが、新品種開発は飼料用トウモロコシが中心であり、 穀物として使用される主食用トウモロコシにおいてはさほど進まなかった。このため、トウモロコシを主食とするメキシコやアフリカ諸国においては、トウモロコシの生産性はさほど向上していない。21世紀においては、収量の向上とともに後進国住民に蔓延するビタミン A、ナイアシン不足に対応するためのハイブリッド品種が開発され、ナイジェリアなどへの投入が試みられている。 日本はトウモロコシのほとんどを輸入に依存している。農林水産省や総務省、財務省などの統計上の分類ではトウモロコシは穀類のことであり、そのほとんどは飼料として一部がデンプンや油脂原料として加工されるものである。その量は年間約1600万トンで、これは日本の米の年間生産量の約2倍である。日本は 世界最大のトウモロコシ輸入国であり、その輸入量の9割をアメリカに依存している。また、日本国内で消費される75%は、家畜の飼料用として使用されている。飼料用としては、粗飼料となる、青狩りトウモロコシ、濃厚飼料となる、史実などを利用するトウモロコシが、国内の落農家などで生産されており、年間百五十から五百万トンほどの収量が、 あるが、そのほとんどは、自家消費されて、流通していないため、統計上自給率は0.0%となっている。一方、未成熟状態で収穫する、甘味種で一般的に小売りされ、家庭や飲食店で消費されるものは、統計上、スイートコーンと呼び、野菜類に分類される。年間国内生産量25から30万トンに、 大使生鮮スイートコーンの輸入量は10トン台で推移しており、店頭で販売される生食用スイートコーンはほぼ全量が国内産となっている。ただし、この他に冷凍や調整されたスイートコーンの輸入が9万トンから10万トンほどある。平成22年度のスイートコーン国内、総生産量は23万4700トンであり、都道府県物に見ると、 最も生産が多かったのは、北海道で10万7000トンに上り、国内総生産量の約40%を占めている。ついで生産量が多いのは、千葉県の1万6900トン、茨城県の1万4500トン、群馬県の1万400トン、長野県の9400トンの順となっている。国内で生産されているものは、缶詰やそのまま食用にされるものがある。 輸入された遺伝子組み換えとうもろこしはスーパーマーケットなどで一般的に市販されている食品に含まれる植物性油脂、異性化液等、アルコール、香料、デンプン、花糖などの原料として日本国内で流通している。日本ではまだ遺伝子組み換え作物の商業栽培は始まっていない。食用としての一人当たりとうもろこし年間消費量。 年間 100kg 以上、年間 99kg から 50kg、年間 49kg から 19kg、年間 18kg から 6kg、年間 5kg 以下2007年度のトウモロコシの世界消費は、家畜の飼料用が64%で最も多く、ついでコーンスターチ製造などに用いられる、工業用が32%を占め、直接の食用は、 わずか4%に過ぎない。トウモロコシの直接食用としての消費量は、上手のように国によって大きく、偏りがある。アメリカや中国のように、大生産国でありながら、あまり食用に用いない国も多い。最も食用としての消費が大きいのは、トウモロコシから作るトルティーヤを常食とするメキシコや、パップ、サザやウガリといった、トウモロコシ粉から作る食品を主食とする。 アフリカ東部から南部にかけての地域である。なお、蒸気のように主食用トウモロコシと飼料用工業用トウモロコシとは品種が違うため、飼料用トウモロコシの消費を減らして、主食用に転用することは一概に可能とも言えない。かつて、ケニアで大干ばつが起きた際、アメリカ合衆国がトウモロコシ粉の食料援助を行ったが、その粉が、 ケニアでうがりなどにする食用の白トウモロコシではなく、ケニアでは食用に用いない黄色トウモロコシであったため、ケニア政府が援助をアメリカに付き返したこともあった。近年、最大の生産国であるアメリカにおいて、トウモロコシを原料とするバイオマスエタノールの需要が急速に増大し、エタノール用のトウモロコシ需要は1998年の1300万トンから2007年には8100万トンにまで、 急拡大した。これによりトウモロコシの需要は拡大したが、一方で生産がそれに追いつかず、これまでの食用、飼料用の需要と食やう形となったために価格が急騰し、2007年から2008年の世界、食料価格危機を引き起こした原因の一つとなったという説もある。トウモロコシ原国を食主栄養価の代表値実際の栄養価は、栽培条件、生育環境、 収穫時期、品種などで異なるため記載されている値は代表値である。トウモロコシのアミノ酸スコア茹でたトウモロコシと茹でる、前のトウモロコシトルティーヤとハラミのステーキミリミルを茹でて作る南部アフリカの主食のうがりトウモロコシの果実は食用され、栄養成分は澱粉質が多く、ビタミン B1B2、カリウム、タンパク質、食物繊維などが含まれ、 その他の有効成分として、キサンとフィル、メラトニンなどが含まれる。トウモロコシの外皮には、水溶性の食物繊維が多く、腸内コレステロールと結びつき体外へ排出する、働きをするため、血管を若く保ち、動脈硬化の予防に役立つ。また、トウモロコシの黄色い色素はキサントフィルに由来し、血管を柔らかく保つ効用がある。トウモロコシのヒゲは、 ナンバーと言われ、昔から、急性人炎のむくみを取るのに利用されている。果実は、主食食料、菓子、酒の原料として重要である。生の果実の食べ方は、焼いたり、塩水などで茹でたりして食べるほか、スープにするなど、利用法は多岐にわたる。加工品としては、粉食用のコーンミール、コーングリッツ、コーンフラワー、コーンスターチなどがあり、いずれも、 菓子パンや料理に幅広く使われる。トウモロコシの栽培化が行われたメソアメリカでは、トウモロコシは古来重要な主食作物であった。乾燥した種子は石灰を加えた水で煮て、アルカリ処理してからすりつぶし、マサという一種のパン生地に加工して、各種の調理に用いられた。代表的なものが、メキシコで食される、薄く伸ばして焼いた、無発酵パンの一種であるトルティーヤである。 このアルカリ処理は、現在では、ニシュタマリゼーションと呼ばれている。南米のアンデス地域では、アルカリ処理せずに、粒のまま煮て食べることが多いが、この地域での主食作物はジャガイモなどの、角、種芋類がより重要で、トウモロコシは先日したような、煮て食べる以外に、発芽させたものを煮て糖化させ、さらに発酵させて、チチャという酒にすることが多い。古くから、小麦、 雑穀などを製粉して利用してきたヨーロッパやアジア、アフリカなどにトウモロコシが導入されるとやはり製粉して調理されるようになった。米国のコーンブレッドのように水でこねて焼くもの、イタリアのポレンタや東欧のママリが東アフリカのうがりウガリやムシマなどのように煮立った湯の中に入れて煮ながらこね上げ、カユや固形状にするもの、中国の王糖のように蒸しパン状にするものなどがある。 現代の日本では、こうした主食としての利用はあまり馴染みがないが、高度経済成長以前には、山梨県の富士北緑地方など米の収穫量の少ない寒冷地や山間地では、高粒種のトウモロコシの完熟粒を粒のまま、あるいは粗挽きにしたものを煮て、上にしたり、石薄で製粉して、お焼きを作ったりするなどして利用していた地域も少なく、なかった。未熟な穂は、 焼いたり茹でたりすることで野菜として利用される。こうした用途には甘味酒が供されることが多い。野菜として症状特殊なものにベビーコーンがある。これは生殖用甘味酒の2番目メスボを赤取りして茹でたものでサラダや煮込み料理などに用いられる。さらに特殊なものとしてメキシコではクロボキン類の一種であるトウモロコシクロホ病菌に感染した方。 ウイトラコチと呼んで食用とし、高級食材となっている。その他、食材としての利用は多岐にわたり、コーンスープ、バターコーン、ポップコーン、コーンフレークなどにする。またコーンパフとしてスナック菓子の原料としても多く、用いられている。南アフリカを中心とした南部アフリカでは、トウモロコシの粉を乾燥させたミリミルを、水や湯で溶かしてから、ニたパップという白いマッシュポテトのような、 餅とか湯の間の食感のものが主として黒人層での主食である。パップはトウモロコシの成分が濃縮しており、7割以上が糖質のため、これらの地域の肥満の原因の一つでもある。若干発酵させたものはサーパップと呼ばれる。ビールやウイスキーなどアルコール飲料の原料ともなる。韓国では一般的にコーン茶が飲まれている。トウモロコシの種には、 体内で合成できない必須アミノ酸の一つ、トリプトファンが少ない。そのため、古来よりトウモロコシを主食とする地域の南アメリカ、米国南部、ヨーロッパの山間地、アフリカの一部などでは、トリプトファンから体内で合成されるビタミン B 群の一つナ野シンの欠乏症であるペラグラにかかりやすく、現在でもこれが続いている地域がある。メソアメリカでは、 古来より前日のアルカリ処理を行うことで、欠乏症を防いでいたとされる。果実とおもろこしの実は、人間の食用としてのほか、畜産業での飼料として大量に消費されている。そのほか、澱粉やサラダオイルなどに用いられるコーン油の供給源としても利用されている。2007年度には、家畜の飼料用が、世界総消費の64%、コーンスターチ製造や、 コーン油などに用いられる工業用が32%を占めた。また、コイや黒大糖を釣る釣り絵としての需要もある。トウモロコシからは効率よく純度の高いデンプンが得られるため、工業作物としても重要な位置を占める。胚乳から得られるデンプンは、生死や糊などに使用されるほか、発酵によって糖やエタノールなど様々な化学物質へ添加されている。 こうして作られるコーンシロップは甘味料として重要である。近年では環境問題や持続的社会への関心から生分解性プラスチックであるポリ乳酸やバイオマスエタノールとしてブラジルでは自動車燃料などへの用途も広がりつつある。またアメリカ合衆国では飼料用のトウモロコシの実を燃料にする暖房用ペレットストーブがコーンストーブと呼ばれて 製造販売されている。特にアメリカではバイオマスエタノールの原料として注目されて価格が急騰し、2008年にはアメリカ国内需要の3割を占めるようになり、大豆からの添削も進んでいるが、大豆や小麦に比べて成長に水を消費するため、一部の地域で水資源の不足が問題になりつつある。また、エタノール相場とトウモロコシ相場のミスマッチや、 輸送供給のためのインフラの不整備によって起こる、採算の悪化や、エタノールに対応する機種が少ないことなどから、バイオマスエタノール用の需要が伸び悩み、供給過剰によって生産されたエタノールの価格が、ガソリン価格の冒頭にもかかわらず、横ばいを続けているなどの問題もある。果実は、胃腸の調子を整える薬効があるトうもロコシと、称される木薬にもなり、茹でて食される。 肺がから絞った脂肪油は薬の溶剤や難航の機材としての利用もある。その他、文化的な用途としては、インディアンコーンとも呼ばれるフリントコーン種が北米の感謝祭の間ドアやテーブルに飾るなどする習慣がある。軸身を取った後の軸は合成樹脂材料のフルフラールやフルフリルアルコール、甘味料のキシリトールなどの製造原料となる。粉砕した粉は、 コブミールと呼び、キノコの培地、建材原料、研磨材などにも利用されている。芯が柔らかく円筒型に加工しやすいことから、喫煙具として用いられる。第二次世界大戦戦後処理で連合国軍、最高司令官総司令部総司令官の任についた、ダグラス・マッカーサーの写真でしばしば、高温パイプを手にした姿を見ることができる。現在の高温パイプは、 1946年に芯を使うことを目的として開発された高温パイプ用の品種を材料にして作られている。茎、葉茎や葉は、家畜飼料やすき込みの肥料の材料に役立てられ、そのために栽培される青狩りのトウモロコシもある。抜いた後放置し、枯れたものを裁断して土にすき込み、肥料として利用することもできる。 種子が硬く色彩の美しいものは包容を取り除くか、バナナ側のように剥いて乾燥し、干渉用とする。取り除いた包容も繊維、あるいは布の代用とされることがある。青森県東和田市では、トウモロコシの皮で、黄身柄スリッパが編まれている。カチュウトウモロコシのヒゲメシベのカチュウが、褐色になって乾燥した時に採取して、天日乾燥したものは、トウモロコシ髄、玉米ママヒゲといい。 日本では南蛮毛として流通する木薬で利尿作用がある。この利尿作用は南蛮毛に多く含まれるカリウムによるもので塩分と結びつき体外に排出されることからむくみ取り血糖値の安定に役立ちカロリーがなくダイエット茶としても飲まれる。南蛮毛は初版の日本薬局法に収載されていた利尿薬酢酸カリウムの代用として考え出された。 民間療法では、利尿、急性腎炎、妊娠不臭、膀胱炎に、追後から 10g を、水300から 600cc で煎じて、1日3回に分けて服用する用法が知られている。現代中国の研究では、抗血糖作用、単純分泌作用、止血作用などが確認され、これら効用のため、糖尿病や肝炎、尿道血跡、鼻血の薬として利用されている。 日本語で標準的に用いられている古称のトウモロコシという名称は、トウは中国の国家等に、モロコシは糖度から伝来した植物のモロコシに由来する。関西などの方言で言う南波は南蛮キビの略称であり、高来または高来キビと呼ぶ地域もあるが、これらはいずれも外来植物であることを言い表している。これはヨーロッパにおいても、 同じ状況であり、フランスではトルコ小コ麦、トスカーナではシシリーコーン、シチリアではインディアンコーンと呼ばれるなど、大まかに外国の穀物という意味で共通する各種名称で呼ばれていた中国植物名はタマベイである。日本法現代時点には267種もの呼び方が載っており、主な呼び方にはカキのものがある。ありがとうございます。